平野紫耀、家族と中国、神宮寺勇太俳優とバイク、脱退から22日で見えてきた金プリ語。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって、q n g p e n s ソ脱退し、ジャニーズ事務所からも退場した、岸の宮城退場。 平野史洋26と神宮寺勇太25、岸優太27。9月末まで事務所に残る岸はバラエティ番組で活躍している一方で平野と神宮寺の具体的な動向は相変わらず不明のままだ。 9月末に岸さんが退場したら本格的に動き出すのではと考えられる一方で平野さんも神宮寺さんもまず1年間充電期間を設けるのではないかとも言われています。そして平野さんの場合は名古屋の実家で英気を養うと考えられていますね。女性編集者。4月7日発売のウィンクアップワニブックスで平野は自分の家以外でくつろげる場所は という質問に、実家と答えた上でこう続けている。実家へは時間がある時に帰っているよ。家族には会える時に会っておこうって思うから、日帰りのことはあまりなくて、行ったら大体止まってる。3月4、5日に愛知県岡崎市で行われたグルメイベント、キッチンカーフェスティバルにも家族ぐるみで参加。 さらに、実定でアパレルブランド、RKS リキー、リクスリキーのプロデューサー兼ミュージシャンの平野陸氏24、アリッチストジは、リクー名義の応援をしていたことが、4月11日発売の、週刊女性、シフト生活者に報じられている。平野さんは本当に家族を大切にしています。弟とも本当に仲が良いですよね。もちろん、 今後の自身の活動も大事。だから、露骨に家族のビジネスに関わる広告等のようなことはしないでしょうが、報じられているように一年間休養するなら家族の仕事をサポートする展開はありそうです。そして、準備を整えたら中国進出、という展開もありえそうです。全能。四角中国で活動説報じられている部屋。 平野は以前から海外進出を目指していたため、アメリカや韓国の芸能事務所に所属するルートが有力視されていた。元金プリの岩橋玄樹26がアメリカ・ロサンゼルスに本拠地を置く事務所360とエージェント契約を締結したことを報告しているため、ゴール説も囁かれている。 一方で、6月8日発売の、女性セブン、小学館では、平野の進路について、退場前から中国へ進出する計画を知人に相談したり、セルフプロデュースの方法を調べていた。と、報じられたのだ。平野は、2022年10月クール放送の主演ドラマ、クロサギ、TBSK、で、 三木本に騙し取られた二十億俺が騙し取り返してやるよ。と、不適な意味で中国語を話す場面があったが、これが中国人からも流暢な中国語として評判だったという。まだ情報が乏しいこともあり中国最大の SNS、美広氏、ウィーボー。 上では、さほど話題になっていないようですが、中国のネットスラングイース、永遠雫神、イコール用オンでシェン、日本語で言う神って、ルカミレベルといった意味、と合わせ、好きなことを続けてね、神としか言えない、PG が国内エンターテインメントに参入したら、世界に革命を起こす、など、熱烈な応援の声があるのも確か。 はっきり言えるのは、平野さんの性格から考えても、何か大きなことをするだろうということですね。全道。一方、脱退前は芸能界引退説まであった神宮寺はどんな進路をたどるのか。 脱退前の陣十字さんは雑誌のインタビューなどで応援する側に回るのをほのめかす発言をしたり、金プリでも裏方である演出を手掛けていたことからタレント活動は引退して演出家になる説などがありました。5月23日のサンスポでは、平野さんと同じくしばらくは充電期間を設け、今後の活動方針を熟考することになると報じられていましたね。 しかし、神宮寺さんは今後も俳優を続けていくと見て間違いないだろうな、と思える証言が脱退後に共演者から出てきて、ファンを喜ばせていました。どう四角大物先輩俳優にまたご一緒したいです。と発言、共演者とは劇団星新幹線の看板俳優橋本淳、59のことだ。 橋本は昨年4月クールの神宮寺主演連続ドラマ、受付の嬢、日本テレビ系、で、神宮寺の上司役として共演。放送当時から神宮寺に惚れ込んでおり、ブログで演技や人柄を絶賛し続けていた。そして、神宮寺が金プリと事務所を辞めた翌23日にも、橋本はブログを更新。名前は伏せていたが、 昨日22日付で事務所を退社した後輩を相手に、俺は待っているから、また必ずやろうな。はい頑張りますという男同士の熱いやりとりがあったことを報告。後輩へ俺は繋がってるつもりだから、な。簡単ふ。さあれグッドラックまた一緒にできるその時を楽しみにしてるよ。そう綴ってからおよそ10日後の6月2日深夜には、 橋本はブログのコメント欄で、後輩から連絡があったことを明かしている。やはり神宮寺の名前は出てこなかったものの、あ、今日は退場した後輩からトーンの元気な返事がありました。とても元気にやってます。またご一緒したいです。と、モチベ上がりました。俺もコツコツと歩いていかねば、頑張ります。と、さらりと報告したのだ。またご一緒したい。 つまり再共演したい。事実上の俳優族当選言とも取れそうです。それこそ舞台を中心に活躍する役者は、演出家と二足のわらじを履くパターンも珍しくありません。元ジャニーズで言えば、引退前の滝沢秀明さん、42、や、30代の頃からずっと演出家と役者を兼業している少年隊の西堀和清さん、58、などもそうでした。 神宮寺さんが劇団星新幹線とコラボで舞台をやる、そんな未来もあるかもですね。前での女性編集者。また、6月11日付のスポニチアネックスでは、神宮寺に関して、もともと車やバイクが大好き。今後はバイクにも力を注いで取り組んでいきたいとのこと、という進路予想も飛び出している。四角神宮寺は車バイク関連の仕事が増える 前での女性編集者が続ける、人従事さんだけでなく5人時代の金プリ全員がバイクや車が好きだと有名です。だからこそ、金プリから3人が脱退するギリギリまで CM を放送していたホンダ技研工業のコミュニケーションプロジェクト、本 n d a ハー a r t は、金プリをメッセンジャーに起用したわけですからね。もともとホンダは企業 CM にタレントを、 起用するのに消極的だったというが、プライベートでも大の車好き、バイク好きのメンバーが揃ったグループ、本 n d a の製品に対する理解も深いという理由で2021年11月に金プリを抜擢していた。ちなみに、神宮寺はよくハーレー・ダビッドソンと一緒にアイドル雑誌を飾っており、理想のデートについても、 彼女もバイクの免許を持ってて一緒に海に行くのが理想。後ろに乗せるんじゃなくて一緒に走りたい。と、バイカーらしい理想を2019年にビビー、後段者で語っていた。車については平野と好みが一致しているらしく。現状は雨車派だけど俺と紫陽はヨーロッパ車が好きで最近ドイツ車が気になっている。と、2017年に舞予定。 終映者で話していたこともあった。神宮寺さんが本格復帰したらバイクや車に関する CM や関連イベントのゲストなどで仕事をするというのは十分考えられますよね。全道多くの可能性を秘めている平野と神宮寺。彼ら二人の未来に期待したい。そしてその動きは意外とすぐに聞こえてきたりして。 近く、最後の笑顔にやられる、神宮寺勇太、国民的彼氏の笑みを絶やさぬままキレキレダンス。実はダンス力も高い神宮寺。いずれまた、ダンスを見せてほしいものだ。いずれまた、ダンス。